肘方久明肘方久明昭和17年8月25日は第12代日本銀行総裁元旗本肘方組の次男として東京府に生まれる14歳上の兄肘方勇氏は元伊勢小物藩主で死者麻布小学校に入学12歳で父親を14歳で母親を亡くす東京府中学 第一高等中学校などを経て、1895年、帝国大学法科、大学法律学科英法専攻を主席卒業。同年7月、日本銀行入校、1928年6月12日から1935年6月4日にかけて、日本銀行総裁の座にあった。日銀出身者では2番目の総裁就任者。総裁就任後は、 井上淳之助による金解金から第二次若月内閣下における経済のドル買いによる金利上昇基調から犬会内閣での金輸出禁止1931年の金貨打貫停止低金利路線にあったその間主に金本位制から管理通貨制度へ移行し赤字国債引き受け、低金利政策によりインフレ政策意識へと進んだ合わせて 国債の売りオペも実施したが、それはインフレ防止チェックのためであった。そして国内生産力が有給していたため、銀行も売りオペに応じることが可能であったのであり、物価上昇も顕著とはならなかった。このように需要もなく価格が下落し、素材産業や重工業各企業とも設備投資を避けたい時代にあったが、軍部、政府が 兵器などの拡大装備を発表することで、その需要拡大を見込んだ企業の自然な設備投資マシや新企画や発明などを待つのではなく、この土方の総裁時代にかけて、軍部官僚と革新官僚の統制による企業経営のより直接的な介入が図られる動きが見られるようになった。外国為替管理法の成立、重要産業統制法を基本法とした。 石油業法を皮切りに様々な業法の成立を見、12の統制会が設立され、主に素材産業と重工業分野に補助金や金融手当、輸入割当などが優先的に施され、生産力増強が目指された。これに対応して、官が経営責任を請け負う趣旨の国家総動員法の確立を後に見ることとなり、 結城と太郎日銀総裁時代に入ると、本格的な統制経済の時代に入ることとなった。1933年、山口銀行、34銀行、河野池銀行が、三和銀行として、合併設立された際には、その命名をし、その際、新任東取を一任された形となり、総裁候補だった理事の中根貞彦を当てた。昭和17年東京市駄ヶ谷の辞定において、 押した、小物藩の文家、大見国部伝染国の旗本、肘方組の次男、小物藩最後の藩主肘方雄氏は二位。妻、松は、三野村理財門の娘、次男の土方大夢は肘方雄氏の養子となって、本家である、肘方試作家を継承している。長男の肘方久男は、明治大学政治経済科卒業後、三菱銀行勤務。 妻の敏子は白爵官路寺事長次女、日本銀行理事兼代理店監督役。ありがとうございます。